文太さん、阪神に長く在籍されましたが、阪神しかない文化とかって何かありますか？まあ、やっぱりね、他のチームよりもね、かなり注目されたりとか、まあ、良くも悪くもね、いろいろな、ね、声をかけてもらえるのでありがたいんですけど、まあ、自分もロッテ行ったりとかしたんですけど、まあ、関東出身というのもあるんですけど、やっぱりこう話しかけてくる人の数の量、多さ、もう本当に引退してからもホテルのロビーで待ってたら、本当に知らない人に知り合いのように声かけられたりとか、そういうやっぱりこう選手をファンの人が身近に感じてるっていうのは12球団で一番多いのかなと思いますし、まあ、それがあるゆえに阪神の選手ってあまりその関西でご飯を食べに出たりとかあんまりしないんですね。他のチーム、まあ福岡もソフトバンクとか広島とかもそうですけど、他のチームってこう地元でご飯食べ行ったりしてるんですけど、阪神は意外にこう地元でご飯食べてないっていうのは、これは阪神あるあるじゃないかなと思いますね。